私が男を見定めるちょっとしたポイント。兵庫県姫路市みどりんごさんの私が男を見定めるちょっとしたポイント。婚活で出会った男性とメールをするとき、明日車で行くね、埋まった。お昼はパスタがいいな、ハンバーガー。パスタなのにハンバーガーの絵文字など、あえて内容とずれたものを送り、あ、いやそれハンバーガーだし。ちゃんとツッコミを入れてくれる人は気が合う。東京都練馬区コンコンさんの私が男を見定めるちょっとしたポイント。お邪魔します。付き合った彼の家に初めて行った時、じゃあそこを座ってて。うん、ありがとう。ここわざと寝たふりをして、あれ寝ちゃった。そっと毛布をかけてくれる男は信用ができる。ということで、私が男を見定めるちょっとしたポイント。